結構細かく動けて、ちょっと大きいので突っ込み気なんですけど、タイヤがごついのは300キロまで重さいけるので、うんうん、ちょっとごつい感じになっちゃってるんですけど、でこれもう実は今ついてくるモードと、あと人が押すモード、プレッシャーモードと言いまして、後ろから行くと押されてるんで、あ逆に曲がりたい時は右に一歩踏みますと左に曲がり、右に踏みますと左に乗る。でこの機能を両方使い分けることで2台やった場合に、人が間に入って追従と押すモードで300キロ乗りますので、600キロものを触れずに動かすことができるということで、まあそういう使い方も当然できるんですが、実はさらにオートモードというのがございまして、事前にマッピングして地図情報を入れることで A 地点から B 地点、例えばここで押すとここから廊下に出ていってとか、まあ、扉がちゃんと通れればなんですが、っていう設定も可能なので、まあ、大規模な空港ですとか商業施設の、まあ、バックヤードの管内物流とか、まあ、荷物の運搬と、まあ、何に活用できるかということを、まあ、我々